視聴者の皆さん、はい、メリカリ道場の動画を楽しんでいる皆さん、はい、誠に申し訳ありませんでした。おはようございます。おはようございます。お今日はね、はい、格好がしょぼいからね。格好がね、申し訳ないね。休日視聴者の皆さん、はい、メリカリ道場の動画を楽しんでいる皆さん、はい、誠に申し訳ありませんでした。着替え忘れました。なんか最近めっちゃ謝ってますね。イビアまでね、来とるもんね。遠いな、40くらいかかって。はい、今日はじゃあ、はい、ちょっと真面目な話、はい、外壁の話です。はい、はい、あとは任した。お、はい、バトンタッチ。こんにちは。つまらなかった。あ、ほんですか。真面目モードなんで、まあハンマーの数多いかもしれない。先に言っときます。今日真面目でない。真面目顔作っていいですか。しょうもない動画撮ってパンチ湧くんじゃない。それも何回も社長が言うから、社長が言うから、またパンチ湧いとったね。振りになって、振りになって俺が全部削除しちゃったけど、ドラマいたで、ね、しょうもない、なんかいいな、養生魔法でするやつね。使えちゃうんですよね、なんかできちゃうんですよ、ね。よし、行きましょう。はい、で今回、うん、外壁が ALC っていうタイプなんですけど、はい、まあ、ALC とかちょっと真面目な話なんですけど、ちょっと半分ですから、ね。俺顔ふざけとくわ。顔ふざけとくわ。それぐらいの方がいいでしょ、多分。真面目な話して。中和して。はい、中和して。はい、でもモルタル外壁とか、はい、ALC 外壁。もうちょっと何を言うかって分かってないか。ALC タイプ の外壁なんですけど、チャンネル台を変えてるんです、僕たち。はいはい、でソフトサーフ、これ今回ソフトサーフ SG ってやつ。 SG ね、はい、はい、でもう一つは SD サーフエポ。 SD サーフエポね、はい、ポキシ系の使ってるんですけど、今回はあのソフトサーフっていうのを使ってます。であの SD サーフっていうのはサイディングに適したフィラーとシーラーのアイノコみたいな、ちょうど間。フィラーはどっちかというとあの弾力持たせて、その層をちょっと厚くしたり、クラック消したりする役目なんですけど、あとシーラーはどっちかというと密着良くする、あと吸い込みムラをなくすっていう効果があるんですけど、それの両方を取ったのをサイディングに使ってます。なるほど。そのSD サーフよりあのソフトサーフっていう、このモルタル ALC に使うサーフ、今回出てるやつはあのクラックに対しての追従が強いんで、はい、なんで今回はソフトサーフ。カメラマンでもなんだらあかんやろ。俺は変顔してもいいよ、俺仕事だから。カメラマン。いやもう我慢できない。いや違うんですよ、ちょいとの気になるよ。俺横だもんね。ちょっとパッとせえよ。ちょい社長がフレームインするから、なんかソフトサーフか SD サーフ。 SD サーフ、はい、SD はサイディングです。ああ、そういうこと。そうです、どっちもサーフなんですけど。ソフトサーフと SG ソフトサーフ、はい、あるね、あります、うんうん、でソフトサーフの方があの ALC とかに適してるみたいで、うんうんうん、クラックとか。あ、そうなん。俺もそれ初めて聞いたな。硬いものって結構割れるじゃないですか、うんうん、でそういう細かいクラックとかにもサーフ入れてあると。 SG が何、フィーラーもちょっと入ってるってこと。そうです、フィーラー。そういうことね。どっちもフィーラーなんで、あれも使ってるじゃん、あのフィーラーとシーラーのアイノコみたいなやつ。あんたは SD サーフエポです。あ、サーフエポでしょ。そうです。あ、そうでしょ。そうです。あっちがどっちかというとサイディングより。あ、サーフエポっていうのと、はい、それ新しくできたんだよね。これ2、3年ぐらい前に確かできたと思うんですよね。そう、今回はサーフでしょ。そうです、これはモルタル系だもんね。そう、ソフトサーフってのソフトサーフ使ってるんだね、はい、で本当のフィーラー、ね、フィーラー、はい、フィーラーか、フィーラーです、うん、はい、でちょっと粘土質みたいな。へー、あのシーラー系ってあのちょっとシャビシャビのプラモデルのあの接着剤ってあるじゃん、はい、なんちゅうのあれ、ボンドみたいなね、うんうんうん、ああいうのとまたちょっと違うね。でも木工用ボンドっぽいよね、どっちかというと。そうです、あれなんか言ってたらヨーグルトみたいな、あ、表現で。そうですね、どっちかというとヨーグルトに近い。ヨーグルトみたいな、本当にヨーグルトみたいな感じ、はい、ちゃんと攪拌して、そうだよね、ドロッとしてます。もちろん密着高めるでしょ。そうです、うん、であとは層をちょっと厚くして、厚くするんだよね、確かにね、はい、そう厚くして、で細かいクラックとか、ヘアクラックって言って本当の目に見えんぐらいのクラックとかに、もう全部埋めてっちゃう。だって粘土塗ってるみたいな、どっちかというとね。シャビシャビのもんは密着のためみたいな感じですね。そうですね。で鉄板とかはもう、あ、さ、ペットのサビ止めか、はい、プライマー。なるほど。そうだね、全部言われちゃいました。手橋が言ったことを要約した。あ、そうですね、さすがです。さすが社長です。いやいや、もう2回ぐらい言った方が分かりやすいでしょ。そうですね、はい、もう一回説明。いや、もう、もういいです。また湧くよ。俺削除するのと当たり前だ。僕もできるんだよ。泣きながら削除する。まあログインできるようになったから、はい、見てますんで。はい、見てますんで。
結構動画撮ってくれてるから、うんうん、まあ、寺西くん動画で、まあ、多分リストも作ってるのかな今。だから寺西くん動画専門で結構仕事のことは熱く語っているとか、あの俺みたいなそのお客さん目線のトークよりも職人目線のトークが多い、うんうんうん、だから内容が濃い俺見てて、ね、だから見てほしいんだけど、うん、はい、一回養生でわけわからんことやったもんで、うん、もうあっち湧いちゃって、まあそうですね、あれはちょっとしょんぼりしょんぼりしょんぼり、いいんですよ、いろんな人がいるんで、いろんな人がいるんで顔入ってますよ。いやマジでショックがそうだと思う。いやこれカメラ回っとるとかないけど、これ冗談やしだけど、ね、カメラ回ってないときその話するとマジで暗い顔するからね。ご飯食べれなかったです。いや傷つきやすいじゃないですか。あ傷つきやすいキュンってキュンでしょ。職長なんだから、ね、の塗装の職長だからね、はい、で、あの要はもうあのいいね本当にしちゃってください。みんな本当に俺も嬉しい、うん、やっぱやりがいがあるもんね、反応があるって。そうですね、いいねと、うん、やっぱチャンネル登録、うん、いや、まあ、チャンネルまではやだやんと思ってもせめていいねね、うん、これは本当やめてほしい、うん、マジで傷つくっすよ、うん、あれ 50% 超えてくると俺ちょっとちゃんとへこむもん。なんか俺悪いことしたからね。まあ悪いことしかしてないけどね俺。どうしようもない格好でうろうろして、だから結構本当にもう動画撮る日なんか家事務所帰ってうろうそこに仕事してるからね、こう見えて、うん、こいつ仕事してねえだろうと思ってるけど。そうですね、いやちゃんとこれも仕事ですよ、うん、まあそうだよね、うん、まあそうやって忘れてきたけどね、まあ、あでまあフィーラーの話、はいはい、今は中塗りをします、うんうん、中塗り、はい、はい、クリーンマイルドシリコンという、はいはい、ちょっと感覚がこれ、うん、SK さんの、うん、僕らがよく使うシリコン塗料ですね、はい、これも2液性っていう、またいっぱい説明動画出てるんですけど、はい、あの硬化剤、主剤、シンナー混ぜて、うん、あの作る塗料です、うん、はい、で今回ちょっと色が薄め、明るめの色ですね、うん、そうですよね、そう、白に近いようなクリーム、ちょっとこれ塗っとるとこ見せたのか、はい、まあ、今これ中塗りですけど、いやこれやっぱ、まあ、透けとる話はこっちにするから。そうですね、これ中塗りの色、はい、これ元々の色ですか。これがサーフ、サーフの下の色、ね、ちょっと透けて見える茶色、うんうん、もっと濃い茶色なんですけど、それをあの止めるために白を下入れて、次中塗り入れるんですけど、うん、材料結構今回希釈率で決まってて、うん、それよりもちょっと濃いめに、うん、こちらドロッとさせて使ってます、うん、でそうするとあの材料が硬くて腕も疲れたり、うん、平米伸びない、うん、刷毛も全然進まない、うんうん、そういう効果が出ちゃうんですけど、その代わり止まりが少し良くなります、うん、あそういうことで、そうです、芯をあんまり少なくすることで、そうです、厚みがつくんで、厚みがつくんで、はい、あその辺はもうその色とかのバランスで、そうですね、もうその規定量の希釈の中でやってんだ、はい、そうです、基本的な規定量で全部塗るんですけど、うんうん、それはもう絶対守ってます、うん、ただ色に関して、ね、そうです、色に関して、うん、こんだけ薄いんやったらちょっともうちょっと濃くしとこうか、うんうん、わざと調整してます、うん、いい方向に調整してます、うん、はい、で実際ちょっと塗っていますね、うん、塗りますね、うん、まあ、いつも見てこうやって材料が配るんですけど、おー、これをこのまま塗っていくんですよ、伸ばして、うん、これはあの社長から見るとすごい上手な感じで塗るんですよ。正直わかんないんだこれ。これカメラで映るかわかんないですけど、はい、材料が濃いんでここに寄ってるのわかりますか。材料が一番最初につけたところ、ああここと全然違うね。そうです、こっちのサイドとこっちって厚み、あこっちと全然違うね。本当だ、違う、違います、分かるかな、ちょっと角度がね、これが薄くて、なるほど、わかるわかるわかる、わかります。でこれ材料が薄いと均等に伸びるんですよ、へー、濃ければ濃いほどこれを均等するのが難しいんですよ、ね、うん、なるほど、こっちが重たいんで、はははで最初から配るじゃないですか、でいつもみたいにこれをまた横向き、うん、あだからそれで横に切って、十字に切るってやつだね、それね、もうムラをなくしないと上塗りで出ちゃうんで、あああそういうことか、でちょっと余分な作業が増えます、ムラがね、そうです、あれコミックしとるもんで、薄かったらそんなにまだらにならないけど、伸びてくんで必ず十字を切ると、そうです、でこれデコボコも薄い塗料だったらさってすぐ入るんですよ、うん、で塗料って、うん、塗料じゃない、外壁ってこの玉拭いだったら、外壁って言ってる、外壁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 、俺日本人やっと突っ込むとこあったもんね、外壁、外壁って、ね、外壁、外壁はこうやってボコボコがこうやってあるんですよ、うん、あの細かく壁にね、そう、うん、でローラーもバーって転がすじゃないですか、うんうん、でこっちから転がしたらこっちにこうやって転がしてるじゃないですか、うん、この面、この面、この面しか入らないですよ、あ分かりやすいわ、なので往復作業、あ要はこう転がしもんで、そう、内側しか塗れなくて、これが外気のデコボコとしてね、そうです、うんうんうん、でこっち側の面が塗られないよってことで、はい、で何本でもう一回往復、ちょっとこっちも入りますよね、あと深い部分、あだから2回塗りっていうんだ、そうです、1回2回塗り、はい、
違う。いや、そこへ、はい、そうです、ティックので俺やばと思ったじゃん。完全に違法やん、うち。これ1、2回で。1、2で。違います。何2回抜いてんだ。違います。もうちょっとごちゃごちゃ、乾いてから塗るのが2回目。そうですね。なるほど、はい、それが2回塗りじゃないからね、うん、はい、段差がこうやって複雑に出てるんで、こんなちっちゃいのでも。なるほどね、はい、でこれもまた濃くすれば濃くするほどここに入らないんですよ。伸びないんで、最初だけドバってついちゃって、さっき見ましたよね、こっちいっぱいついてたんで、うん、こっちだけドバって最初の方だけついて、後半になると少ないもんで、この片面往復しただけでもここに埋まらないんですよ。なので濃いからか、余計余計です。 なので絶対往復、むっちゃ勉強になったけど。ああ、だからこうやって往復させることで定着というか、往復上下しんで、結局デコボコもね、うん、あのまあ 3D というか、そうですね、こういう段差もあるんで、あ、こっちにもある、ね、上からやったら中は入らない、こっちだけじゃなくてね、こっちにもあるね、はい、なんで一体なんで両方全部両方向から入ってから、そうです、あかんよって。 3D なんで、 3D だもんね、はい、なんで十字左右、あ、すごいな、なるほど、深いわ。そうです。なんでドヤ顔したの今、深いわ、めっちゃドヤ顔したけど、どんな壁でもそうなんですよ。いや、これ面白いんじゃない、これ、ほんとチャンネル登録してほしいね、うん、ぜひぜひ。いや、これちょっと俺真剣に説明がうまい、うん、ね、うんうん、しかもね、なんか分かりやすい絵まで、ここに描いていいのかよく分かんなかったけど、そうそうそう、もう社長が言うのもあったけど、うん、ちょっとびっくりしたけど勉強だった。まあ、こんだけ濃い材料を使っても、まあ、時間が経ってくるのがちょっと透けるんですよ、うん、透けるね、やっぱこれね、うん、透けてんだわ、これ透けてます、やっぱ特に、うん、これちょっと近づいた方がいい、かなり近づか、よーく見るとさ、全部このデコボコのデコってなってるとこが、そうです、ボコか、どっちかわかんないけど、デコはへこんどる時なのかな、ボコ、ボコがへこんでる、こういうとこ全部角が出てるでしょ、はい、でプラモデルとかあのマニキュアとかもそうだよね、やっぱとんがってるところとかが塗料乗らんでしょ、そうですね、でそういうとこがやっぱ凹凸の出っ張ってるとこが、はい、乗らないんだよね。で、へこんでるとか塗料溜まるもんでいいんだけど、で、そういうとこが全部色出てるでしょ、これ。うん、分かるかな？ちょっとなんか青っぽい感じで、ね、カメラの向こうでちょっと分かるかどうか。こう、あ、こういうとこ分かりやすいや。これね。青っぽい感じ。青っぽい。ね。はい、これで、とんがってるとこ、色入ってない。で、これが2回塗り、バチッとすると、そうです、消えるってことだよね、ある程度、はい。次のまた中塗りと上塗りがくっつくんで、そう、そういうことだよね。塗料がまた乗るんですよね。そういうことだよね。はい、2枚重ねになるから。そうです。なんでよくこれ2回塗ったのってよく言われるんですけど、うん、もう1回だったら絶対分かっちゃう。うん、上手い人がやれば、まあ、ごまかせるかもしれないですけど、うんうん、まあ、もうよく見れば分かります。つなぎの段とか今から乾き待ちで、うん、次ここ塗ったら乗っかっちゃいますよね、うん、そしたらここで1回塗りで半乾き、うん、こっちまだ塗ってない、うん、これ塗ってって乾いたとこ、ここ2回になるじゃないですか、うん、どうしても一面で落としてても大きい面だったらどうしてもつなぎが出るんだ、足場の。ああ、それ、うん、分かる分かる分かる。なんで段の上で塗ってって、はいはい、上の段の下側で塗ってって、うん、で次下から来るんですけど、うん、あの乾燥時間ってのはどうして足場がある状態でしょ。そうです、うん、とか、まあ、外壁塗るにしても重ねるときに絶対段が出るんで、そこだけローラーの分、うん、そうだよね、うん、それはわかる、うん、はい、なっちゃう。でも本当そうだよね。そうです。視聴者の人もそうだけど、はい、今見てる人は職人さんも多いんであれだと思うんですけど、ちょっと一つ喋らせてもらうと、よくお客さんで、いや一回しか塗ってないでしょって本社までかけてくる人多いんだわ、うん、すいませんって言って、まあ俺電話出ないけど、うん、絶対社長出せって言われても、いやいや僕出ないですって言って、うん、まあ社員とかね、まあまあ幹部もおるからね、はいはい、部長さんもおるから、うん、営業部長もおるので、うん、ただ、まあ、こうやって今言ったように分かる、絶対よく見や。うん、で結局家にずっといないから、これ1回しか塗ってないだろうとかよう言われるんだわ、うん、ね、1回か2回も絶対分かるもんね。分かりますね、うん、で見る人が見や分かるって言うけど、いや俺はプロじゃないで分からんよって言うけど、いやいや見方さえ分かれば誰でも見えるよね。そうですね、そうそうそう、もう足場の目とか出るもんね。出ますね。あるじゃんよくね、1回しか塗ってないマンションなんか結構目で取るとこあるよね。ありますね。こんなもんも絶対一発だなっていうのはすぐ分かるから、うん、で乾きゃいいでね、1日で2回塗る時もあるんだやっぱ、まあ、基本はやめてますけど、うんうん、やっぱりどうしても人気のこともあるじゃん、うんうん、手止まっちゃうとやっぱ困るもんで、それはもう、それ100はできんから、俺らも、うん、それは状況にあれがあるじゃん。ちっちゃい1面の塗装の時でも、いやそんな3工程別の日にやってくれって言ったら、その1時間ずつ行って帰ってかなくなっちゃうもんね。今日は寺西先生の寺西先生の、うん、ソフトサーフ SG 講座SD、ね、うん、についてと、はい、上塗りの中塗りの、はい、その希釈量の変化についてをお送りしました。はい、せーの、またねー。お願いします。はい、どうだった今日は。緊張しました。これだよね、今日ね、あれで救われとるかね。ふざけてないの。あれで救われとるかね。
格好やったらちょっと安心します、ね、今日取ってくるわ、あれで俺も救われとるわ、ね、しょうもないかもしれない、しょうもない話しとるだけだけど、シュシュ疑ってくるもんね、なんすかね、ちょっと怖いっすもんね、ちょっといつもよりちょっと怖いっすもんね、怖いしかも大事だしね、社長着替えに行くみたいな、ほんと社長って感じです、恥ずかしい、社長じゃないでしょ、こんな格好で社長いないでしょ、スラックスが開いてるでしょ、ユニクロのズボンだよこれ、いやね、そんな感じです。